ポートラバカは、アメリカ合衆国テキサス州メキシコ湾岸、カルフーン郡に位置する都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年の国勢調査では、人口12,248人だった。カルフーン郡の全体では2000年から人口が3.6%、成長して21,381人になっており、そのうちの57%がポートラバカ市に集中している。 ポートラバカ市自体も地域に多くの事業を誘致している。ビクトリア大都市圏に属している。大都市圏の人口は2000年国勢調査時点で11163 11人だった。ポートラバカ市は北緯28度36分56秒整形96度37分47秒、北緯28.61556度整形96.62972度、 28.61556-96.62972に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は13.6平方マイルであり、このうち陸地9.8平方マイル、水域は3.8平方マイルで、水域率は28.23%である。ポートラバカでは、州内でこれまでの最高風速を記録した。 1961年9月に襲来したハリケーンカーラの時、風速170マイル、地の突風が吹いた。2004年、ポートラバカを含む南テキサスでは、記録破りの12インチの積雪があった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。重要な経済の中心がポートラバカの港である。アルコア、フォルモサプラスティックス。 リポンなど大型製造施設いくつかの間に位置しており、そこで多くの市民が働いている。地元経済では漁業が重要であり、特にエビとカキの量が大きい。観光業もポートラバカ経済のいくらかを占めている。寒い州やカナダから来る冬のテキサス人が10月から4月の間に市内に多くある RV 車やキャンピングカーの駐車場を利用している。 ポートラバカの公共教育はカルフーン郡独立教育学区が管轄している。幼稚園前から5年生を教える。小学校は2校ある。H.J.M. 小学校とジャクソン、ルーズベルト小学校である。すべての住人はトラビス中学校とカルフーン高校の中に入っている。もう一つ、ホープ久光がある。これは特別な需要のある生徒のための学校である。 アワーレディ・オブ・ザ・ガルフ・カトリック学校は1996年から生徒を受け入れている。ビクトリア・カレッジは元ハリソン小学校の校内に外部キャンパスを持っている。そこで提供されるコースの大半は遠隔学習とビクトリア・カレッジの主キャンパスから送られてくる ITV テレビ学習である。ポートラ・バカ市内にあるメモリアル医療センターは首都軍の患者を受け入れる。 小さな病院である。カルフーン群空港は一般用途空港であり、ポートラバカの北西、カルフーン群の未編入領域にある。アールトランジットはビクトリア都市圏のバス便を運行している。アメリカ国道87号線は4、車線中央分離帯付きで、市内に入り、歴史ある中心街を通るときは狭くなる。ポートラバカは、 地域ではその町の大きさの割に食堂が多いことで知られている。地元のテキサスメキシコスタイルのレストランが特に人気がある。そこでは南テキサススタイルのメキシコの影響を受けた料理を出しており、チーズやチリソースを使った重たい料理である。解散物も,もほぼ全てのレストランである程度見つけられる。2006年市内で 夜の釣り人のために照明付け釣り桟橋二箇所が建設された。一つは六マイルパークにある。この桟橋はメインストリートの東端ノーティカルランディングスマリーナの近くにある。二つ目の桟橋はライトハウス桟橋でありラバカワンの修道35号線沿いにある。六マイル桟橋は修道35号線と FM1090 の 交差点から約6マイルの FM1090 沿い北西にある。この地域で獲れる獲物は酒、マダラマス、ヒラメ、ニベなどである。修道35号線とラバカ湾が交差するところに、あるライトハウス海浜には、店街のあるピクニックテーブル、水泳場、バードウォッチングトレールがある。ありがとうございます。